ゆまみおりゆりかさん、初見さん、なにありがとうございます。岡田あずみです。ぜひフォローよろしくお願いします。こんばんは。オープニングアクトありがとうございました。じゃあ分かった、ありがとう、たくさんありがとうございました。あの水色とピンクのペンライトも見えたし、あのあずみって書いてあるのもたくさん見えたよ。ありがとうありがとうございます。嬉しかった。ぜひ練習してください。30分間です。30分間、ぜひ明日から始まるイベントに向けて練習会です。今日はてるいさん、たい焼きありがとうございます。こんばんは。うまいとでもくできる、うん、全然難しかったら星三周、きっとね難しいと思う。私も初めてやってみた時もめちゃくちゃ難しくてできなかったから、大丈夫だよ、リア君のペースでリア君のペースで応援してくれたらすごく嬉しいから、ありがとうね。楽しかったよ、ありがとう。今日は会場で見に来てくださった方、 DMM でご覧くださった方、ありがとうございました。今日の勝手に四国観光大使さんのオープニングアクトに出演してきました。ありがとう。ヒラリンハトさん、桜の和菓子ありがとうございます。にっ、あ、待って、たくさん、わーわーわー、ありがとう。熊根パパさん、ピンクのハートの和菓子ありがとうございます。桜のハート、え、待って、なんだこれ、Kさん、嘘、ありがとう。そう、ありがとう。待って、めっちゃ可愛いし、しかもめっちゃ可愛い、なにそのタワー、ありがとうね。ちょっと待ってよ、ありがとう、めっちゃ可愛い。どら焼き、どら焼きですか。なんか和菓子のキャンペーン始まってたよね。もう私得なキャンペーン、あのなんかあれじゃんと思って、ギフトのやつが、和菓子のやつが始まってた。どら焼きか、ありがたわ、明日から頑張る、わ、ありがとう、ありがとう、ケイさん、ありがとう、ありがとうね。わ、もうめっちゃね、最高な一週間にするね。楽しい配信私も届けれるように頑張る、よろしくお願いします。明日から、ありがとう、頑張るじゃあお礼書くね。ゆき猫ケイさん、そう、なんか和菓子のやつが始まって、もう和菓子大好き好きとしては本当に幸せですね和菓子が見れるのがじゃあ赤で書こうかな。どら焼きタワー、くまちゃんどら焼きタワー、めっちゃ可愛いね、くまちゃんのどら焼き。あ、そうだ、あのプロフィール欄のところに、あのタイムス、その日、次の日のタイムスケジュールとかをこれから載せていくけん、今ね16日のタイムスケジュールは書いとるけん、ぜひチェックしてください。メールでは毎日載せていくんだけど、メールを取られてない方もおられると思うので、あのなんだろう、あの自分のプロフィール欄みたいなやつ、あそこで、あのには絶対前日まで、前日には絶対に次の日のタイムスケジュールを載せるようにするので、ぜひぜひそこのねをチェックしながら、あの確認してくださったら嬉しいです。配信でもね言います、明日はこんな感じで配信しますっていうのを言っていくんだけど、ぜひ分からなくなったらスケジュールを見て、スケジュールじゃないわ、あのあれ、スケジュールじゃない、あのプロフィールのところをぜひ見てください。
ちゃんどら焼きタワーありがとう。頑張りましょう一緒に明日から。よろしくお願いします。ありがとうね、ありがとう。頑張ろうパワーを、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとういつもありがとうございます。見えた？読めました？スクショできたかな。ありがとう。ありがとうございます。スケーモンさんバラありがとうございます。どら焼きくまタワーか、ありがとう。メール見てください。プロにプロ、あのね、スケジュール出るのはあの教えてもらいました、ファンの方に、皆さんに教えてもらって、それで入れました。これお疲れ様でした。ありがとう、ありがとうね。ありがとうございました。とっちゃん坊やさんたい焼きありがとうございます。ね、イベント一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくね、ありがとう。これを使う、ありがとう。生あずみんやっぱ最高だった。生あずみん最高だった。あ、バンジャラモンスターさん、クマネパパさん、桜の花びらの和菓子ありがとうございます。ありがとう。ちょっとコメントが一部読めなかったところがあった。そう、お見送り、そうだね、あのクワトロだったからお見送りが今日はなかったんだけど、私もお見送りしたかったな。ニコライさん結婚して可愛い、ありがとうございます。こんばんは。ありがとう。あ、3階からペンライト、そう、なんか水色とピンクのペンライトがたくさん見えました。あの上の方2階とかからもたくさん見つけれて、なんかすっごい幸せな気持ちになった。めっちゃ嬉しかった、めっちゃ嬉しかったです。ゆうちゃんありがとう。発見できた？あ、ありがとう。ルシエルさん。ありがとう。岡田スケ部見えた、見えたよ、見つけたよ。あ、ヤッシーさんだと思った。見つけた、見つけた、もちのろんで見つけましたよ。あずみ、え、あずみって言います、今日会えませんかみたいなメールが来たの。何それ。私になりすまし。すごい、なんだそのメール。そうですね、次は金曜日のスタジオさんのオープニングアクトです。17日お待ちしてます。あ、公演祭ありがとう、ゆさなこさん。ありがとうございます。生あずみ最高だった。明日の配信スケジュール、あとね、プロフィールのところにも書いてあるんだけど、明日のタイムテーブルはこんな感じですね。あ、50カウント簡単、ありがとうございます。じゃん、1回目が9時から10時で、捨て星はこの時間だけ捨て星があるかな、捨て星は8時15分ですね。
9時から10時、2回目が10時1分から11時、3回目が11時2分から12時ですね。もうなんか続けて3時間、明日は配信する感じかな。なので3時間配信なので、実質いろいろカラオケ配信とか、あのアンケート生着替え着替えは見せないよアンケート取って、いろんな何個かコスプレ、どのコスプレを見たいですかってアンケート取って着替えたりとか、なんかね、いろいろ考えてるから、ぜひぜひあの見に来てください明日の明日から始まります、イベントが。明日からイベントが始まりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。あ、公演お疲れ様でした。クレームやって、エモかった、エモかったありがとう。公演ありがとうございました。そうだね、そうなんよね、研究生の3人は、そうなんで、紫がね、かぶってるよね、3人とも。ノーピはバイオレットカラーなんだけど、なんだろう、紫色系が多いから、3人。なので、そうだね、私のペンライトカラーが、水色とピンクで、あんまりかぶりがないから、他の3人と。ちょっと目立つかも。よろしくお願いします。明日も、明日から始まるので、よろしくお願いします。お待ちしてますぜひね、覗きに来るだけでも来てください。長く配信します、明日。熊根パパさん、たい焼きありがとうございます。アンケートコスプレします3週失敗、あ、そっか、難しいよね、3週ね。大丈夫大丈夫、ありがとう。難しいよね、わかります。私もやったけど、やってみたことあるけど成功できなかったもん。ありがとう。こんばんは。そう、プラス1分もあのファンの方に教えていただいてもう皆さんに教えていただいた知識で出来上がりました。これは皆さんと一緒に考えたタイムテーブルだから、ちょっと自分でも勉強しつつ、教えてもらったことをね、いろいろ入れ込んで、ちょっと17日のタイムテーブルは自分で考えてみたいと思ってるんよ。自分で考えれるようにならないといけないから、ちょっと17日はまた考えて、16日明日の配信であの見せるけん、ちょっとアドバイスまたお願いします難しい、タイムスケジュール考えるの。え、3週ありがとう、わーすごいすごい、ありがとうございます。すごい、さすがですねDMM、 オープニングクト、ありがとう、ありがとうございます。あ、岩尾さん、ありがとうございます。ありがとう、嬉しいですありがとう、ありがとうございます。頑張ります、もっとありがとうございます。ホワイトボードどこだろう、どこら辺の、どこら辺、どこ、ホワイトボードどこだろう。いろいろ見えたんだけど、どこら辺、どこだ、どこのほ、どこら辺だろう、ホワイトボード。20までありがとう。2週終わったよ。え、圧倒的に一番良かった？嬉しい一
番キラキラしてた。本当に。でもね、今日はあのこの前のチャーミングトリップの時よりもすごく、なんだろう、めっちゃ出し切れたというか、やり切れたステージでした。今日のオープニングアクト、めちゃくちゃ。お、こちら済み、ありがとうございます。こんばんは。アウェイ、うん、いい、最高な一日じゃないですか。2週までありがとう。こんばんは。そうだね、ちょっと慣れます。ショールームイベントにたくさん慣れれるように。こんばんは。生あずみめっちゃ可愛かった。ありがとう。生あずみにやられた。やられちゃいました。パソコンの方が簡単にできるんかな、3周するって。パソコンでくるくるねえ。ゆうかちゃん今日あのソロがゆうかちゃんだったんですよ。ゆうかちゃんがソロだったけん、それも緊張しとったと思う。めちゃくちゃゆうかちゃんめちゃくちゃ緊張しとったと思う。めっちゃ緊張しとったと思う。ずっと袖でも練習何回も復唱して歌ってた。立ててみんなで大丈夫だよ。大丈夫大丈夫って、自信を持ってって言って、でもやりきれたっぽかったので、ゆかちゃん自身も。難しいよね、ゆかちゃんの曲めちゃくちゃ難しい。しあの曲がソロで歌うのね。次はラストはそうだね、3人終わったからノアピかな。何の曲かね。でもゆうかちゃん出し切れてたみたいなことだったから。めっちゃ緊張した。私もだから、チャートリの初めの時にの公演が一番緊張しました。ほんまにめっちゃ緊張した。リオちゃんもなんかでけ、3人とも今日終わって、なんかやっぱりソロが終わると気持ちちょっとなんかほっと、なんか軽くなるじゃないけど、落ち着くねって話してて、でノアピだから、ノアピが最後で、まだノアピだけまだソロ終わってないけど、ノアピに聞いたらノアピはあの すごくケロッと大丈夫そうでした。大丈夫、緊張してるって聞いたら、うんうん全然大丈夫って言ってたから、さすがノアピ本当にね。楽しみ。ノアピウインク。今日も一日お疲れ様です。今日の公演見て私のこと好きになっちゃった人。そのまま私のことに興味持って見てください。
ウィンク攻撃ねえすごい、さすが強い強い子ですよ本当に。ノアピはこんばんは。アイアンハートってかっこいいね。楽しみ。ノアピのソロも練習の時からね何回か見てて楽しみ、楽しみにしててください。息継ぎ難しいよねあの曲ね。わかる、息継ぎが難しいよ。3週終わった、ありがとうありがとう。すごい20分ぐらい、20分ぐらいであれなのかな、できる、結構できたりするのかな。すごいありがとうございますありがとう。パフォーマンス、はーいってやったー癒された、嬉しい。じゃあこれからもたくさん癒すけんねゆさなこさんのこと癒すけんね、会いに来てください。また昼前から好き、好き超えちゃった好き超えて愛してる大好き超えて愛してますか。今日じゃなくて前回、もう前回の声全部全部生あずみんを見て好きになっちゃった。レベルの高さに、ありがとう、嬉しいです。結構今日もあのいろいろとね、あのダンスの先生とかにもっとこここうした方がいいよとかっていろいろと教えてもらって言われて、教えてもらったことと注意を、リハーサルとリハーサルの後にの練習、ちょっとした練習でこうアドバイスもらったところがね、結構この本番でしっかりとこう自分なりに出し切れたので、今日はなんかすごくあの自己評価ちょっと高め、今日の公演今日のオープニングアクトだから17日はもっともっと高い自己評価出せるように頑張ろう。どんどんどどん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 どどんどん上がっちゃう、どんどんどどんどん好きになっちゃいますか私のことね。お見送りね、クワトロさんだったからちょっとねなかったね。そこで九州出すの思うや確かに MC がもうノアピ面白かったノアピは本当に面白いよ、ちょっとあめっちゃ面白い、あ可愛いんだよね、なんか可愛い、めっちゃ可愛いです。のぞみおんごさん、たい焼きありがとうございます。あ、パソコンなら15分で3周すごい。パソコンの方がなんで操作がしやすかったりするのかなとか、研究生みんなフォローしてもいいよフォローしてもいいけど、よそ見はしすぎないでねあ、こういうのありがとう、写真こんばんは。そう、日々成長ですね。またオープニングアクトしたいです。そう、フォロワーさんもなんかめちゃくちゃ、そうなんですよ、ありがたいことにたくさんの方がねフォローしてくださってて、急激にドドドドドドンってなんかフォロワーさんが増えて嬉しいです。ショールームのありがとうございます、フォローしてくださってる皆さんありがとうございます。小太郎さんファイト、ありがとうございます。自己評価は、82ぐらい82ぐらいかなめっちゃ中途半端82ぐらいですね。ねノーピ可愛いよね、やりきった。
そうでしょう。じゃあ次目合わせる見つけるね。心と心の、心と心はバッチグーで合ってたんだけどな、マサムネさんと。17日も来てくれるんだっけ。目と目合わそう。ね、可愛いよね、ナーピ。そ、何画面でも、なるほどね。そっか、画面がいっぱいあるってこと？ね、あの魚のやつね、勉強になったよね。ナーピ、可愛かった、あの魚のやつ。服、大分か、大分先に出したのも面白かった。お、待って、28分だ。こんばんは。刻んじゃうね。なんかまだ 100% でもないし、90点台にもいかないけど、まだ全然多分もっとできるって自分で思うぐらいの点数です。でも結構やりきれたぐらいの点数。わー嬉しい。なんか多分、なんだろうな、すごく自分的に、なんだろう、今までよりも急激な成長を感じているなんでかわからないけど。あ、そっか、目安の30分。じゃあ30分経って35分ぐらいに終わろうかな。30分まで待って。お、ありがとう。カウントも終わった。いや、もっとできる。もっと頑張るけん、楽しみにしとってください。今後のあずみんも。今後のあずみんも。あ、まさひと、ありがとうございます。配信で見てくださって。まさひとさん、ありがとう。ありがとうございます。ね、私もパソコンで見たことないな、配信は。パソコンで、ね、使ったことはあるけど、あんまりしっかり使ったことないかも。配信もパソコン、携帯でしか見たことないですね。大分に水揚げされた関サバ、そう、私もね、それ、その説明難しかった。難しかったですけど。頑張って。説明してるノーピも可愛かった。頑張れ。ダメだから。可愛い。ノーピめっちゃ可愛い。いっぱいあるんよ、可愛いエピソード。小出しで出していくね。あの控え室とかでのノーピの可愛いエピソード。こんばんは。お、生キャラメル。生キャラメルもみじ買った？この前食べたやつ。ぜひぜひ食べてみて。伸びしろ、そうですね。あともう82の、え、100-82ってなんだろう。うん、ちょっと計算できなかった。でもそう、伸びしろ分です。もっと成長するぞの82点。リモさん、バラありがとうございます。声フェチ嬉しい。私の声好き嬉しい。声好きってめっちゃ嬉しい。お疲れありがとうございます、リモさん。そうね、体力ね、体力つけないといけない。体力つけないといけないです。18か、18ですね。残りの18はあの伸びしろ分です。サングラスで一番初めの方の一句はすごくしびれた。しびれたじゃろう。そう、しびれさせようと思ってウィンクしたもん。しびれたじゃろう。やられた。あそこのウィンクはね、私のとっておきの必殺技です。
こんばんは。あの瞬間目の前に来る方をもう射抜いてやろうもうバキューンバキューンしちゃおうっていう気持ちでねやってるんだよ、やってる必殺技、必殺技アズミンアズミンウィンク。パソコンの方がお話し会までね、お話し会も楽しみ、リアルお話し会。千穂さんがすごい研究生の、嬉しい、ありがとう。千穂さんめっちゃ優しくって、チャートリの公演の時もうめちゃくちゃもう優しくっていい匂いだったみんなでゆかちゃんとかいい匂いがする、先輩方が優しくってもうめっちゃ素敵な先輩アザミンアザミン出しちゃった必殺技です、私の。もっと近くね、もっと近くで見てほしいな、クレ星人さんにもっと近くで見てほしいな、次はもっと近くで。お帰りなさい、新神戸気をつけてお家まで帰ってね。入れ爪ちょうど斜めに見て真正面くらいに見えたので、これ以上喋ると推しに圧つけどじゃあ推しさんに圧をかけられない程度に褒めてください、私のこと香りちょっとこれ以上はね、ちょっと危ないやつになるんであんまり言えないですけどどの先輩、ね、小声ですよ、福田あかりさんです小声です、帰りなさい辛いそうなと打ち返しますじゃあ打ち返されたら跳ね返してまた打ちます跳ね返します、防波堤のところ、あー防波堤のところもね、そうか防波堤のところもちょっとね表情をねめちゃくちゃいろいろ研究したところなんよ、釣られても釣られてもいいんだよ釣られてもいいんだよ釣り竿5本ぐらい垂らしちゃおうかなこんばんは。ね、クワトロさん結構なんだろう、私もあのエビオンホールのところ時よりもクワトロさんの方が皆さんのことがねすごくよく見える、なんでだろうね、横幅がない、エビオンの神谷町ホールの方が横幅が広いけんからかな、そう遠くの2階3階とかになるとちょっとねあの暗、真っ暗でお顔まではちゃんとしっかりとは見えないんだけど、あの1階のところだとクワトロさんの方が、クワトロの方が皆さんのことがすごく見えますよ、めっちゃ見えてますよそう、もうアドレナリンで過ぎてちょっと元気です今元気ピンピン、
こんばんは。つっちゃうぞ。17日の配信時間は明日お知らせしますね。明日お知らせする。こんばんは。お、待って、30分過ぎました。星3シュート50カウント練習会は終了ということで、ありがとうございました。ごめんね、7分も過ぎちゃった。30分きっかりにちゃんと言えなかった。ありがとうございました。どうですか、こう練習できましたかね。星3週練習できたかな。明日からねイベント始まりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。もう一回タイムテーブル出しとくね。1回目9時から10時、捨て星は8時15分です。2回目10時1分から11時、3回目11時2分から12時ですね。実質3時間ぐらいの3時間配信みたいな感じになります。明日はよろしくお願いします。明日から始まりますので、ぜひよろしくお願いします。あとアズミンメールで、あの今日のお昼過ぎ頃に意気込みの、このショールームイベントに向けての意気込みのメール、あの文言葉にしたのを送ったんですけど、読めたかな。ちょっとメール取ってくださってる方にしか送れてないんですけど、今の感じだとちょっとショールーム配信で一番初めの意気込み、ショールーム配信の意気込みで喋ったことをきちんとちょっともう一回ちゃんと自分の中で整理して、ちょっとこう文章の中にね書き出したので、ぜひぜひ読んでくださると嬉しいです。そのメールも、そう公演、そうなんよ、今日のちょっといろいろギリギリで公演始まるほんとちょっと前ぐらいに送っちゃった形になったんだけど、ぜひ読んでください。メール取られてる方、明日からイベント始まりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、あ、成功した。おー、えらいえらい。すごいすごい、よしよし。あ、ダンスありがとう、中健さんありがとう。イベント中は朝配信する、うん、多分毎日する可能性の方が高いかな、朝配信。のぞみおこさんハートありがとうございます。視線コメント見ますよ、見る見る、ありがとう。みおくんさん、桜の和菓子とたい焼きありがとうございます。うん、初見さん、ジェミニのメッツさんありがとうございます。パフォーマンス最高だって、ありがとう。ありがとうございます、嬉しいです、嬉しい、心に残りました。嬉しい、ありがとうございます。またステージ見に来てください。ありがとう、頑張ります、これからも。ありがとうございます。そうだね、お見送り、クアトロさん、いや、初配信も増えるね、増えるね。うん、できるところをしなげるよ、楽でも挑戦大事、頑張って、ありがとう、ありがとう、頑張る。そうね、今は何事も挑戦で頑張ります。服部さんありがとうございました、ありがとう。ありがとうございました。よし、じゃあランキングを読みます。13位とっちゃん坊やさんありがとうございました。12位てるいさんありがとうございました。11位6時9分のしゅんちゃんありがとうございました。
10位小太郎さん、ありがとうございました。9位鍵37さん、ありがとうございました。8位苔玉さん、ありがとうございました。7位ウッチーさん、ありがとうございました。6位ナオズさん、ありがとうございました。5位あずみマスターポロンさん、ありがとうございました。4位くまねパパさん、ありがとうございました。3位リモさん、ありがとうございました。2位ニコライさん、ありがとうございました。そして1位はドゥルル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 ルダン、やる気猫 K さん、ありがとうございました。ありがとうありがとうございました。今日も一日お疲れ様でしたね。たくさんの人に自分の存在、岡田あずみという存在がね、これから知ってもらえるように自分も頑張ります。やる気猫じゃん、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。今日も一日お疲れ様でした。明日も一日頑張りましょう。こんばんは。明日は朝配信はないです。明日はこの9時の配信ですね。9時からの配信。明日は朝配信はお休みです。ありがとうございました。明日から頑張りましょう。一緒によろしくお願いしますありがとう。オープニングアクトもありがとうございました。なんか皆さんからのよかったよって言葉がたくさんもらえて、めちゃくちゃめちゃくちゃ嬉しかったですペンライトにね、あのうちわとか、あの名前が書いてあるのとかたくさん見えましたよ。嬉しかったなんか見つけた瞬間、こう笑みってこぼれますね笑みがこぼれることはこういうことかって思うぐらいににはーってなりましたありがとうありがとうございました。よし、じゃあねえねえあずみんで終わりたいと思います。それではせーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。いきます。せーの、なーにありがとうございました。ありがとう、バイバーイ。ありがとうございました。おやすみなさい。しっかり寝てね、休んでくださいね。おやすみなさい、夢で会おうねバイバーイ。ありがとうございました。